アニメーションでこうデモリーズ作るときにレンダリングするのかどうかっていう質問が出て、で、一応僕の軽く説明した感じだと、結構みんな、みんなとか、ビューポート2.0で、ビューポート2.0で、結構ライトとか、こういう、レンダリングしなくても、こうアンビエントオクルージョンとかも結構出せたりとかするんですよ。こういうやつ。こういう、こう暗くなるやつ。影とか。こういうのとか出せたりとかするし、で、プラス、このなんかギザギザ感とかも、このアンチエイリアス。このラインの、みんなが見てわかるかわかんないけど、この後ギザギザしてるやつが、これで消せるっていうアンチエイリアス。ができたりとかするから、結構ここだけで、ライティングとかもしたらライトがつくし、ライト落としたら影とかも落ちてくるしとか、結構できるから、僕個人的には、てか個人的にもう、ほんとずっと仕事でレンダリングしないってもちろんあるけど、個人で僕レンダリングもうほんと、10年ぐらいレンダリングっていうものやってないかも。マヤで。もう大体、このビューポート2.0の設定で大体綺麗な、ものは作れちゃうかな。ちょっといいやつちょっと見せたいな。それっぽいやつ。これとかもちなみに、プレイブラストですね。この影とか結構綺麗に出てるけど、これプレイブラスト。結構なんか、レンダリング結構時間かかるじゃないですか。だから個人的にはその時間をなんかアニメーション直す作業に絶対使った方がいいかなと僕は思ってるんで。だからまあ、そこはみんなにお任せしますけど、個人的にはある程度のクオリティが出ればまあいいかなとは思ったりとかはしてるかな。わかりました。これとかもちなみにプレイブラストです。一応こうライティング当ててちょっとだけ。これくらいあればまあいいんじゃないと思うか 思ってるんで、個人的に。プレイブラストだったらこう書き出すの一瞬だから。そうですね。そうそうそう。わこれだっかたりらま割と結構クオリティとしては悪くないでしょ、正直。す。はい、質感と。で、連絡するなんかこういう問題とかも出てきたりするから、なんかその知識とかも必要になってくるから。はい。まあ、知ってればね、やり込んでもいいと思うんだけど。